ここからはニューヨークのスタジオからこの一週間アメリカで注目されたニュースがまとめてわかるウィークリーキャッチです今日もアメリカ ABC ニュースが大きく報じた項目をお伝えします北東部で地震これまでにない大きな揺れにパニック状態アメリカが大学女子バスケに熱狂です 次々と記録を塗り替えた注目の選手とははじめにアリゾナ州の最高裁がほぼすべての人口妊娠中絶を禁止する160年前に書かれた州法について現在も効力があると認める判断を下し波紋が広がっています9日火曜日アリゾナ州最高裁は1864年 160年前に作られた法律を認める判断を下しましたこの法律は妊娠の期間にかかわらず母体の保護以外を目的とするすべての人工妊娠中絶を禁止するとしレイプ・近親相関などの例外は認めていません手術を施した者には5年間の実刑を課すとしています人工妊娠中絶反対派はこの判断を歓迎していますが 民主党のアリゾナ州知事は怒りをあらわにしています裁判所は法律の再施行に14日間以上の猶予を与えていてこのまま行けば5月頃にはアリゾナ州で中絶手術ができなくなるとされていますアメリカでは2年前に 人口妊娠中絶の権利を保障した連邦最高裁の判断が覆され、その後は保守的な州が次々と厳しい中絶法を再施行しています。こうした中で、中絶支持派が訴えを起こし、11月の大統領選挙で中絶の合法性について州民の意思を問うことを目指す州は14州となりました。 これまでの選挙で、州民の意思を問うた6州ではすべて中絶支持派が勝利していることから、民主党陣営では、次の選挙でも中絶が選挙の議題になることで支持が増えることを期待しています。次です。アメリカの最新の CPI、消費者物価指数が発表され、2ヶ月連続で前の月を上回りました。 高いインフレが予想以上に続き消費者を圧迫していますアメリカ労働省が10日水曜日発表した消費者物価指数は予想を上回り前の年の同じ月に比べて3.5%上昇しましたこれは不動産賃貸料の値上がりや車の保険、衣類、病院代そしてガソリン価格の高騰などが原因となっています I used to fill it up for 35 bucks. It was a beautiful thing. And now it's 45.45 and sometimes it's 60 between food and gas. Um, it's had a big impact. 400ドルから1, I have to do a sale. I have to bring people in just so I can be able to deal with what is, you know, the inevitable of my rent being 400 dollars more than it was. インフレ対策で FRB ・連邦準備制度理事会は利上げを続け去年から政策金利は22年ぶりの高い水準となっています家や車、クレジットカードのローンに負担がかかっていますバイデン大統領はインフレ率が9%だった去年に比べて今は劇的に下がっているとした上で今後の金利引き下げもあるとの見方を示しました 11日木曜日には生産者側の売り値の変動を測定する PPI ・生産者物価指数が発表されこちらは予想を下回ったものの前月比で0.2%上昇しました。 一部では、アメリカの利下げは夏以降になるとの見方が出ており、日本でも円安が進む中、ドルが弱まりにくい環境が続きそうです。次に、ニューヨークなどアメリカ北東部でマグニチュード4.8の地震が発生しました。この地域でこれだけ大きな地震が起こるのは稀で、記録としては、 1700年代まで遡る歴史的な地震だということです4月5日金曜日午前10時23分ニュージャージー州内陸部を震源とした地震が発生最大マグニチュード4.8が観測されましたニューヨークからおよそ80キロの距離が震源となりマンハッタンやワシントン D.C. そして、ボストンまでの広い範囲で揺れが感じられる強い地震でした。地震はほぼ経験のないニューヨーク周辺では、大きな揺れにニュースキャスターも戸惑いながら緊急ニュースとして伝えました。We <Wow. S 2> 震源地のニュージャージー州では1700年代以来の大地震で揺れも30秒以上続きました家の中のペットはパニック状態カフェでは客が外に避難美容室では客や美容師も周囲を見回していますマンハッタンを映す定点カメラも大きく揺れ 自由の女神の当地からの映像も揺れが確認できますヤンキースタジアムではオープニングゲーム当日の練習中に地震が発生空港では管制塔が揺れ職員が建物から全員避難し一時空港機能が停止しました ニューヨークの警察はドローンを飛ばして橋などに破損がないか調査しました、well. 今回の地震による揺れはニューヨーク・ニュージャージー・ペンシルベニアの3州を 南北に走るおよそ300キロにわたる断層で発生したとみられています地震の専門家はこの規模の地震が都市部の直下型であったら大きな被害が出ただろうと予測しています damage, larger, 6, 今回は地震による建物の倒壊や死者などの被害は出ていません 私もこの地震の揺れを体感しましたが、今までニューヨークで数回感じたものの中では一番強かったと感じました。ニューヨークは岩盤地層で地震は起こらないと信じている人も多いようですが、地震はどこでも起こります。普段からの備えを怠らないようにしましょう。次のニュースです。 この番組でも何度かお伝えしましたが2021年にミシガン州の高校で生徒4人を銃で殺害した少年の両親2人に対する裁判で9日火曜日、この両親に対してともに10年から15年の禁錮刑が言い渡されました。今年年2月から始まったこののの裁判で殺人犯の少年イーサン・ンクランプリー受刑者の両親 ジェームスとジェニファー・クランブリー被告に対して息子の銃乱射事件を阻止できなかったとして被告にそれぞれ最長となる10年から15年の禁錮刑が言い渡されました。These 裁判で証拠として公開された映像では、両親が息子の e さん受刑者に銃を買い与え、その使い方を教える姿が捉えられています。事件当日の朝、学校側から両親に対して e さん受刑者の銃撃を示唆する危険な落書きについて連絡があり、家に連れて帰るよう注意を受けたにもかかわらず、両親はそれを受け入れず、そのまま学校を後にしました。 量刑が下される前、犠牲者4人の親たちが子供を失った悲しみを被告に向かって述べました。 9日火曜日に初めて2人で被告席に並んだ両親は遺族らに謝罪しながらも自分たちの罪について寛大な処置を求めました。側はは被告の言葉は 親としての責任感が完全に欠如していると強く非難しました。Nothing, today, 裁判官は2人の犯罪は社会的にも重大な影響を及ぼしたため、州のガイドラインを超えた重い判決を下すことを決定したと述べました。 学校での銃撃死傷事件を起こした子どもの親への殺人に対する刑事責任を裁判所が認めたのは今回のケースが初めてで低年齢化する銃犯罪増加の抑止につながるのか全米が注目した裁判となりました。次次に旅客機の機の体トラブルが相次ぐ中 今度は離陸中にエンジンを覆う鉄板が剥がれる事故が発生緊急で空港に引き返しました7日日曜日デンバー発ヒューストン行きのサウスウェスト航空ボーイング737型機に乗っていた乗客が窓から見た光景は目を疑うものでした離陸する旅客機のエンジンを覆う鉄板が剥がれ落ち翼に引っかかっています 窓からこれを見た乗客が客室乗務員に通報しました。パイロットはすぐに管制塔に緊急着陸を要請しました。赤ちゃん二人を含む乗客・乗員143人を乗せた旅客機は、デンバーの空港に引き返し緊急着陸。 けが人はいませんでしたこの事態にサウスウェスト航空は声明でメンテナンスチームが機体を調査し原因究明に動いていることを明らかにしています FAA 連邦航空局も捜査に乗り出していますサウスウェスト航空のボーイング737型機は先週にもテキサスの空港でエンジントラブルのため飛行を中止しています 同じく先週4日木曜日にはニューヨークのラガーリア空港で着陸の際に通常よりも低い高度で飛行旅客機が管制塔に異常接近し管制官に何度も警告される操縦トラブルを起こしています。7日日曜日に NCAA= 全米大学体育協会が主催する大学女子バスケットボールトーナメントの決勝戦が行われました。 全米中が脇に湧いたこのスポーツイベントだったんですがその中でも大注目されたのがあるスター選手でした大学女子バスケットボールの試合をこんなにも注目させた立役者はこの決勝で惜しくも敗れたアイオワ大学のスターケイトリン・クラーク選手この試合を最後に大学での選手生活を終えるクラーク選手ですが彼女は 大学バスケットボールのさまざまな記録をすべて塗り替えてきたという驚異のプレイヤー、大学1年の時からレギュラーで出場し、シーズン最高得点や最多3ポイントシューターなどの記録を保持。しかしチーム優勝の栄冠だけは一度も手にすることができませんでした。今年学生最後のシーズンもクラーク選手の快進撃は続き。 彼女が出場するアイオワ大学の試合のチケットは1試合平均1万5 0 0 0枚近く売れ準決勝のチケットの値段はなんと平均の価格が2,323ドル日本円で35万円以上の値段がつきました記録はそれだけではありません全米で生放送されたこの決勝トーナメント 去年の優勝チームとの試合では累計視聴者数が1,230万人と男女の別なく過去の大学バスケットボールゲームの最多視聴率記録そして優勝をかけラストチャンスに挑んだ決戦の試合は平均視聴者数は1,870万人最後のクォーターは2,400万人と跳ね上がり この数字はプロ・アマ・男女問わずバスケットボールの視聴者数では2019年以来最高の記録去年2023年の野球のワールドシリーズや NBA プロバスケットボールファイナルの一試合の中継視聴者数を超える快挙となりましたしかし全米のスポーツファンを熱くさせたクラーク選手のアイオワ大学は敗れ クラーク選手は最後の栄冠を手にすることはできませんでしたまるで映画のようなストーリーに全米が熱狂した今シーズンの大学女子バスケットボールクラーク選手は女子プロリーグでドラフト1位に選ばれることは確実視されていてプロという次のステージでも全米ナンバーワンを目指す彼女の姿がスポーツファンを惹きつけることは間違いなさそうです それでは今週のウィークリーキャッチはこの辺でお別れですどうぞ素敵な週末をお過ごしくださいごきげんよう